どうもタブヤンと申します。今回はファイアーエムブレム覚醒続きやっていきたいと思います。前回エミリア王がですね犠牲になってしまった、その続き一旦ちょっと外伝をプレイして、気持ちを切り替えていきたいと思います。外伝3、閉ざされた平和。クロム様、人々たちが屍兵どもに、彼らは死ぬ。俺たちで助けるぞ。うん。勝利条件、敵全滅、村人救出。ここに村があるね。あ、村人おるね。未来のドニちゃんたちが、ドニちゃんがいるかもしれないぞ。村人3人だけかね。ボスがここにいるな。ここなんでしょうね。よし、 OK。 その前に支援会話。お、ミリエルトからもついに S に。そうだね、面白い話が聞けるしね。欲しくなるくらいだよ。言葉遣いが。さらなる日数が必要ですか。なるほど。赤くなってるじゃないか。実験とか言いながら。ありがとう。おっと、結婚しちゃいました。ラム、ベルベットリベラの。よろし、そうね。あの、デコボココンビ、はい。やめてちょうだい。あなたは。そうですか。いえ。ねえ。はい。すみ。デコボココンビ。スタートです。さて、クロムスミア、タブヤンリーズ、ミディエルカラムはちょっとお休みでいいかな。ティアモドニ、ノノグレゴ、そして新たにリベラとベルベットというデコボココンビが生まれました。さあ、略か、どうするかな。会話、フレデリック・ソワレはもう S なんだよね。マリアベルと、どうしようか。カップルを完成させたいんだよな。そういうゲームじゃないって。いや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 、そういうゲームですよ。ミリエルからも S になったでしょ。マリアベル、マリアベルは誰と結婚するべきなんだろうか。ベイクとかも成長してないしな。サーリャとリヒトの魔法使いコンビでね、行きましょうか。弱いけど。あ、もう選べないのか。了解、お任せ整理。
ドラえもんの道具みたいな言い方ですけど、どこでもドアお任せ整理セーブしましょう。これでちょっとやってみましょう。お任せ整理でも道具は任せますと。行け。村人を守る&村を守るかね。この辺りはこっちは関係ないな。ちょっとこっち側に行きたいな。ベルベット。相性悪いのか。パズルみたい。サンダーソード、行け。まず一人。ブレゴか。ドラゴンキラー。アーマーキラーが欲しいんだけどな。出なかったか、キルソードで。攻撃、流石。こいつら足遅そうだからこっち側は無視。こっちをが エフランの言う槍いいね。行け行け。前がついてる。リムがいるけど無視だ。お前行け。レベルアップ。それでと、相手、レスキュー使おうかな。珍しいことした。それで相方はここにいる。ユミ倒せないかな。タブヤン届かないね。お、倒せる。ゾニーちゃんと連れて行こう。行け。力になるべ。よし。そっか、それでここに行かないといけないんだよね。早く村人を助けに下の方に行こうか。よし、これでどうだ。あー、村人が死んじゃう。出てないな。
そっちに行くの村人たち。もう救出とかできないの。難しいな、勝手に動かれると。急がないとな。よし、ここはもうこれでいいだろう。リベラは回復もできるんだよな。よし、リライブ。で、ティアーモは海が怖いな。ああ、手やりでは効かない。焼け石に水とはこのことか。どうしたらいいんだよこいつ。ライブしよう。攻撃。これ村人死んじゃうね。村人みんな助けるの難しいな。ダブルでこうやってと攻撃。殺すか。合ってるんだろうか。どうしよう。タブヤン、タブヤン単独でもこいつらやっつけれるかな。リズ置いてけぼりになるね。難しいな。待機だな。よし、よくわからん。強い。しっかり守ってちょう。お、タブヤもいい感じで。こいつら2体ぐらいやっつけて。もうお村人。あー、なんでそっちに行く。よくわからないやつらだな。もう、レスキューはないのか。リブローしよう。ややこしいやつらだな村人。訪問ありがとね。どうしよっか。倒せるか。倒せるね。みんなフル稼働だ。村人を助けるんだ。村人3人とも助けた時何かが起こる多分ね。さすがもいいね。どうしよっかそれで。
力になるべ。これでタブヤンのルートを開けて、レスキューするか。レスキュー、おほほ、村人でもまだいるんだよな、村人が。救出っていうのはできないのか。空きついな。タブヤン行くか。ガンガン比較的敵は弱い。村人じゃなくてタブヤンを狙ってほしいんだけどな。そういうわけにいかんだろうな。ああ命中率が低い。あ、こっちはいけるね。エフラムの言うやり、スミヤが死んじゃうね、これじゃあ。クロムの近くで戦いたいよね、スミヤは。やばい、この村どっちか倒さないと。これでダメージ受けたら死ぬもんな、スミヤが。あ、もうスミヤしかいない。うわー、これは厳しい。ちょうどいいバランスでこの3匹配置されてるんですよね。参ったな。もう賭けに出るしかないか。失敗したらこれやり直しですよ。そんな賭けに出る。これこいつはこれ倒せやれるよね。これはこいつは関係なかったんだ。そうか、失敗したかもな。あ、じゃあここに待機するっていう方法もあるのかな。もともとこいつは、長々喋って申し訳ないですけど、こいつはこの範囲こうだから、ここでしょ。でこいつは、うん、何が言いたいかというとね、最終的な戦略として、あ、これはここで待機する。どうだ。あー、弓兵まで行けるの。それは全く想定外だったわ。ダメだこりゃ。残念。作戦ミスだな。悔しい。くっそー。何かが起こってたと思うんですよね。村人3人助けたら。村人が左に歩くっていう情報があればね、だいぶ違ったと思うんですけどね。村人が歩き回らなかったらな。最初のターンからレスキューすればよかったのか。いや、だがもうやり直さないぞ。助かった。
レスキュー。あ、届かない。レスキュー。ふん、リーブロー贅沢に使いますよ。遅かったな、悔やまれるけど。戦争に犠牲はつきものだ。エメリアもしかり。落としやがれ。うん、タブヤンの成長がいまいちだな。フルソード。悪魔はいいか。お、かっこいい。ブレゴ結構強いよ。すぐ終わるわ。うわー、やばい。どうに死ぬなよ。お、どこに行くんだ村人たちよ。やってられんわ。よし、リズ回復してやれ。回復よりもあれだったかな。こいつボス。キラー持ってたのか、グレーブな。もう行け。死ぬかな。大丈夫だろ、この二人なら。サポートするぜ。死んだりして。結構強そうだもんな。リブローの無駄遣いとはこのことか。ダブル。交代。サンダース。よし、ナイス。どうする？ペガサスナイトか。交代しよう。どう？あ！もうさっき来んなよ。避けろ。ももちゃん避けてくれ。あ、ミスって何や。うわ、倒せたのに今。痛いよ。マジか。こんなところで死ぬとは。
方ないっすね。ののちゃん諦めるか。笑い事じゃ。うわ、しかもグリゴもやられちゃうかもね。ノノの仇だ、行け。敵将を甘く見てたぜ。今後の参考にさせてもらおう。マムクーといなくなっちゃったよ。なんてことだ。この村人を助けるために、ドニーちゃん成長してくれ。よしよし、なんとかやっつけました。ありがとうな。犠牲は大きかったけどな。そうだな。うん。あ、2つ。多分3人残ってたら3つもらえたんでしょうね。今回はここまでにしたいと思います。何か一人を助けるために何人もが犠牲になるっていう、プライベートライアンの映画を思い出しましたね。このまま続けたいと思います。ファイヤーエムブレムというのはそういうゲームだと思って、セーブしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひ登録をお願いします。